はい、今回はエクストラフェスで99連勝を世界最速で到達した無敵のコーチコをご紹介していきたいなと思うんですが、その名もフワンダリーズの結論コーチコ、こちらをね今回ご紹介していきたいなと思うんですが、今回のエクストラフェスではですね、まあ最強のまあ、このサーチカードである金剣っていうカードがあるんですけども、エクストラの枚数を6枚除外することによって、この6枚の中から1枚サーチするっていう、まあ最強のサーチカードのね壺のカードがあるんですけど、そのカードが今回禁止カードで使えないんですよね。でそうなった時に今回このスモールワールドを採用するのがめちゃくちゃ強いんですよね。でこのカードの効果がめちゃくちゃややこしくて、まあコンマイ5をね彷彿させるカードなんですが、まずはですね、確か黄金から打つんかな、じゃあ相手のターンか、まず相手のターンなんですけども、虹の架け橋ということで、宝玉樹、小賢しい構築を使ってくるじゃないですか。甘いんですよドドリアさん、追うんですよクリリンさん、ピュイン。でここでまあデッキから宝玉魔法トラップカードを加えてですね、まあレインボードラゴンのデッキなんかな相手は、まあヨハンの構築なんですが、さまだ虹の架け扱いで、一応虹の架け橋がですね、まあ SR カードだよね。やっぱサーチのカードは基本的になんかそのね結構高レアリティに設置されてるなっていう印象が前からあるんですけども、さあここでですね、宝玉の絆、これまあイラスト多分ヨハンですよね。ヨハンとルビーカンバンクルということで、ルビーカンバンクルがですね、デッキから宝玉モンスター1体加えて、さらにねフィールドのそのマジックトラップゾーンに宝玉カードを置くということで、まあもちろんねここでサファイアペガサスを加えながらさらに宝玉カードをセット。いやーなんか宝玉獣って懐かしいな。いや昔ね本当に宝玉獣のパックめっちゃ買ってたわ。あの宝玉獣のあのパックのやつねめっちゃ買ってたんですけど、うわ懐かしいなー。でもねイベントのイベントの醍醐味って、でもやっぱこういうなんかそのランクマッチでは見ないようなこういう懐かしい構築だからこそ、早くカジュアルマッチとか実装してほしいような、こういうの見るとやっぱワクワクするもん。やっぱり遊戯をやってるなーっていうね、GX 一番自分やってたので、もう本当に懐かしいな。おぉアメジストキャット、おぉ宝玉の解放、装備モンスターの攻撃力を800ポイントアップさせる。このキャラがフィールドから墓地を送られるとき、宝玉中モンスターをマジックトラップゾーンに置くということで、ちまちまこうやってね、宝玉中のカードを集めてくることが実に小賢しいというね、ウニャルペギル星人の血毛から生えたフランシスコ・ザビルの乳首の欠乏のね、赤血球みたいなプレイングしてくるんですけど、確かここでエンドをしてきたんよね。いやーでもなんかやっぱり宝玉中ね、でもなんか、最近なんか OCG の方でね、ストラクがまあ追加されて、宝玉中のテーマが強化されたと聞いたんですが、さあ、まずここからですね、黄金室を先に打ったんかな、黄金室を打ったんですけども、まあ、ここの効果っていうのがですね、まあ、なんでもまあ、フワンダリーズを除外することができるんですけど、まあ、このロビーナとかね、例えばその、まあ、ストリーとか、フワンダリーズを除外させることによって、下級モンスターを出すと、その除外されてるカードが回収できるので、まあ、結構その、まあ、なんやろな、その、お金に余力がある方はですね、この黄金室入れてみるのが強いと思うんですが、まあ、いかんせん UR カードやからね、でもこのカードめちゃくちゃ強いですね。で、今回一番伝えたいのはこのスモールワールドっていうカードなんですよ。でこのカードが非常にまあ遊戯王を難しくしている一番難しいカードと言われているんですが、手札のモンスター1体を相手に見せる。見せたモンスターの種族属性レベル攻撃力守備力のうち一つのみが同じモンスター1体をデッキから選んで確認し、手札から見せたモンスターを裏側表示で、除外すると。さらに確認した、カードと種族属性レベル攻撃力守備力のうち一つのみが同じモンスター1体をデッキから加え、デッキから確認したカードを裏側守備表示で除外するということで、まあ何書いてるかよくわからないと思うんですが、まあ、ざっくり簡単に言います。例えば今回ですね、まあ、フワンダリーズって、まあ、今回これ分かりやすく、まあ、ロビーナを、まあ、黄金室で除外したんですけど、まあ、ロビーナがやっぱ重要なんよ。フワンダリーズって、ロビーナを展開してレベル4以下のモンスターをサーチして、で、イグルンをサーチして、レベル7以上のカードをサーチングしながら、まあ、エンペンでやったり、まあ、ライザーを展開するっていうのが、まあ、基本的な王道ルートになってくるんですが、じゃあこのロビーナをサーチするために、いつもやと、金剣っていうね、カードを使っていたんですけど、スモールワールドの強いところですね、まずこの、うららっていうカード。
とか、まあ、ディメンションアトラクターとかもそうなんですが、このうららの攻撃力がゼロなんですよ。つまり、エフェクトベーラーっていうカードがあるんですけども、うららを今回見せることによってですね、さあ、まあ、ここでエフェクトベーラーっていう、ちょっと見えづらいんですけど、これデッキの今トップがエフェクトベーラーになってるんですが、エフェクトベーラーっていうカードが攻撃力、守備力ゼロなんよね。なので、攻撃力ゼロっていうのが、まあ、この一致していると。で、エフェクトベーラーと同じとこで一つだけ被っているのが、レベル1なよね。エフェクトベーラーのレベル1、そしてクフアンダリズの下級モンスターレベル1なので、これでスモールワールドの効果によって、ロビーナをサーチングすることができるんですよ、うん、でまあディメンションアタラクターとかもですね、魔法使い族ということで、まあ、エフェクトベーラーを見せることによってこの下級モンスターをサーチング、まあ難しいことは考えなくていいです。まあ基本的にはこのねスモールワールドを使うときに、ウララかディメンションアタラクターなどを見せることによってエフェクトベーラーを見せる、このエフェクトベーラーをデッキの一番上に見せることによって下級モンスターを加えられる、そういうまあ認識でいいと思います。難しいことは考えなくていいわけですよ。いいですか、我々の目標は平均点を目指すことではなく満点を取ることだ。それが東大への近道ですからね。はい、ちょっと何言ってるかわからんな。で、ここですね、ロビーナ。まあ、とりあえず、ロビーナを加えることによって、フランダリズはもうね、宇宙のムーブができるので、ここでまずテラフォーミング使うんですが、ここでうらら。小賢しいことをしてくるな。ああ。まあ、もちろん、やっぱりね、謎の地図っていうカードがね、もう無条件に強いカードなので、まあ、テラフォーミングも本当に強いです。まあ、このカード UR カードなんですが、さあ、無効にされていくんですが、さあ、ここでロビーナを展開していくと。さあ、ロビーナの効果によって、イグルンをサーチしていくと。まあ、このロビーナをね、加えていくんですけども、まあ、この黄金室もね、結構まあ、ランクマッチでね、最近増えてきてですね、まあ、この、下級モンスターを出しながらサーチして、こう、展開できるのめちゃくちゃ強いですよね。さあ、イグルンをサーチしながら、イグルンを展開。そして、ライザーを持ってきます。さあ、ライザーは風属性を素材にしたときにですね、まあ一応ここもね、ストーリー展開したんですが、まあ相手の墓地のカードを除外していくと、さあ、ヨハン除外。ヨハンを除外していくと。さあ、2枚を素材にしながらライザー展開するんですが、フィールドのカード1枚と墓地のカード1枚デッキのね、トップに戻しながら、さらにフィールドのカード1枚を手札に戻すという、まあインチキ効果を持ってるんですけど、いや、インチキにも程があるな。あ、さあ、ここで、サファイアペガサスと、ウララをね、選択してデッキのトップに戻していくんですが、まあ、ここで相手のデッキのトップがウララになるわけですよ。次のターン相手はね、まあ、次のターンで挽回するぞってなるじゃないですか。ドロー!ウララ!まあ、その時点で終わりを迎えると。まあ、もうデッキのトップがね、固定されるともう何もできなくなるから、マジこのカード禁止にしてほしいっていうぐらい、あ、インチキすぎるだろ、このカード。さらに、フィールドのカード1枚バウンスできるので、確かアメジストキャットをバウンスしたんかな。はい。ははは。さあ、さらにストーリーの効果にて除外されているストーリーは回収されていくということで、まあ正直もう下手なことを考えずに、まあその今イベントでまあそのジェムを回収したいっていう人であれば、もうこの構築パクれば一瞬で終わります。はい、もうどんどんリタイアしていくんで、まあ体感なんですけど、この構築使うだけでみんなリタイアしていきます。先行このデッキ使ったらみんなリタイアしていったので、まあ基本的にもう無双できるので、まあジェム稼ぎたい人はもうパクるのがね、一番早いのかなと思います。はい、でこれも相手がうらら固定されて、もうリタイアしていくと。ということで、まあ一番盛りたい方はですね、この不安だりで使ってみてはいかがでしょうか。さあ、2戦目ね、やっていきたいなと思うんですが、さあ今回謎の地図が来ていますと。さあ謎の地図を発動し、ロビーナを選択しながらイグルンを除外。まあこれもいつもの王道ムーブですね。はい、もうフアンダリーズは本当にもうインチキなんで、まあ何回も言うんですけども、今回のイベントで勝ちたい人はぜひね作って、まあとにかくその運営の意思的にもですね、まあフアンダリーズ作れって言ってるもんみたいなもんなんで、まあぜひ運営の期待に応えてですね、皆さん作っていけばいいと思うんですが、まあいつものムーブですね。まあこのエンペンをね、展開しながらエンペンで、トラップカードをサーチングしていくと。さあロビーナー戻って、この除外されたカードが戻っていくっていうのが本当にやってることが大悪すぎるというかね、本当に小賢しいですよね。さあここで夢の街をサーチングしていくと。さあレプの結界像を展開しながらターンを終了していくんですが、ここでね、確か相手サンダーボルトを打ってくるんですよね。で今回まあ抹殺の指名者を伏せているんですけど、サンダーボルトは採用していなかったので、まあ抹殺で無効できなかったんですが、まあワンチャンフェスに関してはですね、まあサンダーボルトを採用するってのもまあありなのかなって感じで、まあ抹殺今回フルで投入しているので、まあサンボルを採用するのも結構面白いかなっていう感じはしたんですが、
さあここで相手がですねトレードインということで、まあ、ブルーアイズの構築ですね。はい、でここでねネピラの効果によってネピラを特殊召喚しながらレベル8のねブルーアイズを特殊召喚していくと、まあ、なかなか小賢しいことをしてきますよね。あ、でも不安打率っていうのは無敵なんですよ。はい、夢の街を発動しますよね。夢の街の効果によってロビーナを展開しながら、そしてイグルンを回収していく。イグルンを回収しながらライザーを回収。もう本当にねやってることがなんかチートすぎてかわいそうやわ。こんなブルーアイズとかいうなんか構築使ってさ、せっかくイベントで楽しもうっていうところをこのなんかその意味のわからん超重族で粉砕されていくというね、こんな意味のわからんデッキにやられていくっていうのは本当にストレスなんやろね。さあここでブルーアイズとオルタナティブを戻していくんですけども、さあここでさらにロビーナの回収効果も使って、いやマジでライザーがおかしいわ。フランベリーズは本当にねこのライザーをねなんかその禁止カードとかにするだけで一気に変わりそうなんよな。さあここで相手が引くカードっていうのは確かねブルーアイズだったと思うんですが、確かブルーアイズ選択したのが相手ブルーアイズ次のターン引きます。相手が楽しみにね、俺のターンドローブルーアイズ何もできません。はい、これがまああの地獄ですね。でまあ今回これスモールワールドを引いたんですけども、まあこれ初動を確定させるカードなんで、まあ正直ロビーナもまああるし、まあイグルンも除外されてるのでまあ使いになかったんですけども、まあせっかくということでまあ今回使ったんですけども、まあ使う必要性はなかったかなと思いますね。はい、まあ今回このカードに関しては初動でねイグルン、ロビーナとかねイグルンが引けてない時に、なんかウララとかディメンションアトラクターが引いてしまった時にその初動を確保させる。でなおかつ今回はその金券っていうカードが入らないので、まあそういった意味で入れてるんですけど、やっぱそのフランダリーズって事故が多いから、その初動のロビーナとかイグルンをねこうサーチできるスモールワールド絶対入れるべきだと思います。まあ、このカード入ってるか入ってないかで安定感全然違うので、まあ SR の余力がある方は絶対入れるべきカードかなと思いますね。はい、まあ書いてることはややこしくてね結構とっつきづらいカードであると思うんですけども、さあイグルンとロビーナの効果、まあ、これもいつものムーブですね。はい、でまあここでまあ多展開していきながらもうスキップしていこうか。多展開していくんですよ、いつものムーブです。はい、もう地獄、これも閲覧注意ですわ。まあまあこんな感じでもどんどん展開してね、もうどんどん展開していく、容赦なく展開していくよ。さらに巨神長展開しながら、さらに特感を回収しながら、どんどんね展開していきながら行くんですが、可愛らしいことしてくるな。それも全て巨神鳥の前では無力なんですよ。はい、さあ巨神鳥で相手のね、トラップカードを無効にすると、しかもこの構築のやばいところっていうのはこの謎の地図があるっていうのが今日強くて、まあこの謎の地図っていうのが相手がモンスターの召喚を成功すると自分フレンドリーズを召喚しながら次のターン巨神鳥を張ることができるので、まあ毎ターンこの巨神鳥が出てくるっていうことになるので、通常召喚を行うのであれば、まあそういうとこもかなりエグいかなっていう感じはしますよね。まあブルーアイズとかでも結構このまあ1戦目2戦目ともにですね、まあなんかブルーアイズとか宝玉銃とか使ってきてね、やっぱイベントを楽しもうっていう精神があるところに、まあその自分は強い構築を俺紹介しなければいけないというこの罪悪感、だってその新環境、まあフェスが始まってですよ、弱い構築紹介するわけにはいかないわけじゃないですか。一番強い構築を使うもの、一番強いねデッキを使うものにはそれなりのね背負うものがあるっていうのを今回実感しました。はい、まあここはもうね心を無にしながらやっていく、本当に申し訳ない気持ちがいっぱいでやっていたんですけど、まあしょうがないね、強い構築をみんなには使ってほしいからね。まあこれはもう心を鬼にしてやらないといけないわけですから。まあ相手はこんなネピラとか展開してるんですが、さあ容赦なく謎の地図使ってるとこ、この性格の悪さがにじみ出てるな。まあでもね、やっぱり相手が何してくるかわからんから、まあ最大限ね、その全身全霊のまあデュエルをするっていうのが、デュエリストの真髄じゃないですか。手加減するっていうのは、対戦相手に対しても申し訳ないというかね、それはまあデュエリストの恥なんで、さあここロビーナの回収効果、そしてイグルンの回収効果を使っていくんですが、まあこれももう派手すぎるな、手札が、おかしいよな、これ普通に。手札が今これ何枚や ?8 枚とかなってるよね。さあイグルン、さらに展開しながら、イグルンサーチ、そして特感を展開しながらね、さらにロビーナをサーチ、
そして、ストーリーの効果によって確かこの復活の福音というカードを除外するんですが、レベル78のドラゴンも、要は自分のドラゴンがね、戦闘効果で破壊するべ、このカードを墓地から除外できるということで、相手の復活のね、福音すらも除外して耐性も能力をなくしながら、さらに巨神長もうこれはもう地獄やね。まあこれはもうさすがに相手は無理だということでリタイアしたんですけども、まあこんな感じで相手のターンに召喚しながら巨神長マイターン出したり、まあ今回その、まあ金券がね、使えないということでスモールワールドを採用したり、まあかなりね、イベントでもこのフアンダレまあ前から言われていたんですけど、フアンダレフェスになると言われていたので、まあ皆さんのこのフェスの感想というものをですね、まあコメント欄にいただければ嬉しいなと思います。それとともに、まあこの構築を使ってね、イベントを盛り上げていけばいいのかなと思いました。はい、ということで今回はですね、史上最速でエクストラフェスにおいて99連勝を達成した今最も強いと言われているフアンダレイズの結論構築をご紹介させていただいたんですけども、まあ、最後にですね、今回もデッキの紹介というものをね、パラパラっとしながら終わりたいなと思うんですが、まあ、今回のその変更点としてはですね、まあ、やっぱりその、スモールワールドが今回ね、結構その自分のメインで、こう紹介してかったとこなんですが、まあ、このスモールワールドっていうカードがですね、まあ、難しいことはもう考えなくていいです。とりあえず、そのフアンダレイズの下級モンスターが欲しいわけじゃないですか。で、そうなった時に、ディメンションアトラクターとか、それからこのウララ、序盤に来ると、まあ、こう、使えないっていう時があった時にですね、スモールワールドで例えばウララを選択して攻撃力ゼロっていうのが噛み合ってるので、エフェクトベーナーのゼロ、そしてレベル1が揃っているので、ロビーナをサーチする。要はその、ウララをね、スモールワールドウララがあれば、エフェクトベーナーを選択し、ロビーナを加えることができるし、スモールワールドとディメンションアトラクターがあれば、ディメンションアトラクターは魔法使い族なので、このね、エフェクトベーナーとこのね、一つ一致しているものがあるので、エフェクトベーナー経由からロビーナをサーチするということで、まあ、とりあえず難しいことは考えずに、ウララとかディメンションアトラクター、ロビーナに変更することができますよっていうのをね、思っておけばいいかなと思います。で、今回、金券っていうカードが、まあ、エクストラゾーンが0枚っていうことで、もちろん使うことはできないので、スモールワールドの採用になってるんですが、まあ、やっぱその、フアンダイズっていうのは、なんやろな、その、デッキのその事故っていうのが非常に多いんですよ。なので、こういうまあ、壺のカードっていうサーチ札のカードってやっぱ必須系のカードなんですよね。で、やっぱりその金券が3枚落ちるっていうのはかなりのこの動きというものが弱くなるので、スモールワールド採用で、まあ、この、まあ、ランクマッチで戦えるのと同様の強さを発揮することができるっていうのが一つ強いっていうのと、それから今回その黄金のね、不意の黄金室を採用してるんですけども、このカードを採用することによって、まあ、フランダレンズのカードを除外しながら下級モンスターを展開。例えばその烈風の結界像とかしか除外なかった時に、まあ、何もこうできないわけじゃないですか。でもこの、ロビーナを除外させて、烈風の結界像を出すことによって、除外ゾーンのロビーナを回収しながらフアンダレイズの動きができたりするので、まあその歯がゆいとこに、まあ手が届くじゃないけども、まあこう、なんやろその自分のその罪のね、まあ序盤にこう何もできないっていうのをなるべく抑えようとしたような構築が結構重要になってくるので、まあこういう今回構築になってるんですけども、まあもちろん無限包容とかはね、3枚必須で入れています。でまあ、摩擦も3枚入れてるんですが、まあやっぱそのミラー戦においても多分フアンダレイズが一番多いと思うので、まあ無限包容とかエフェクトベーラーめちゃくちゃ刺さると思うんですよね。なので無限包容はしっかり3枚フルで入れて、まあ、抹殺の指名者も3枚入れることによって見合わせに対しても強くしてるっていうのは今回のポイントかなと思います。ということで、今回はですね、もう本当に世界最速でエクストラフェスで99連勝をさせていただいたんですけども、この動画がですね参考になったよとかね、スモールワードの使い方が、参考になったよっていう方はね、ぜひチャンネル登録と高評価のほどね、よろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではね、失礼いたします。